もももひめ。なに、心を入れ替えたいじゃと？はい、何やら今まで悪いことをやってきたような気がしまして、心を入れ替えてサラダ国のために尽くしたいと。まことか？バタフライ女王が心を入れ替えるとは、サラダ重油脂の力も大したもので、全く結構なことじゃ。はい、それで梅干し様にご相談があれんすの。あら、なんじゃ。なんでもサラダ国には不思議な池があるそうな。へえ、心を入れ替えるにはうってつけの池があるわい。その池の清水を飲めば全てがあべこべになるのじゃ。その名もズバリあべこべ池ですから、私たちその水を飲んで今までとはあべこべのいい心を持ちたいのです。その池の場所は梅坊主様しか知らないとお聞きしました。何卒お教えくださいませ。あ、そう、それなら教えてやろう。まずこの谷を越えてじゃな。恋の立ち下り、まさにあべこべ池。ねえ、カマキリ君、私たちこれ飲んで本当に早寝早起きのいい子になっちゃうの？まさか、そんなことするわけねえべっちゃずらひ。この水をサラダ重油脂の一人に飲ませるんですよ。この水を飲めば全てあべこべ、何でも思ってることと反対のことを言うようになり、そしてやろうとしていることと反対のことをしてしまい、それが続けば性格まで反対になってしまうのしゃ。サラダ重油脂の一人がこれを飲めば大混乱になるのは間違いなし。団結が崩れ、サラダ重油脂はすぐに解散してしまいますよ。あ、いいわいいわ、いい考え。あ、でもカマキリ君、この水を直接飲まないと効果ないって梅坊主は言ってたでしょ。私たちが誘ったって誰も飲みに来ないんじゃない？そうそう、いいえ、こんな時のためにうってつけのやつがいるじゃありませんか。直近へへ、僕の庭に咲いたこの花、もももひめにプレゼントしようっと。そしてその時、好きだと言ってしまうのだ。テントピー、トマトマン、そんなに顔を真っ赤にさせてどうしたんだい？あ、僕が赤いのは元からだよ。本当にもう、トマトマンちゃん。バタフライ女王。何の理由だ。いつも元気なトマトマンちゃん、いいからちょっとちょっと。この水を飲むと思ってる人が僕のことを好きになるの？そうなんですよ。それでぜひトマトマンに教えてあげようと思いましてね。ということは、お花ありがとう。いや私もトマトマンのことが好きよ。そうか、そうよそうよ。そんなにうまくいくわけねえ。バタフライ女王。はい、バタフライ女王たちって本当はとってもいい人たちだったんですね。どういたしまして。さあ、早くお水飲んで。はい。考えられないほど単純なやつ。なあ、おいしい？うえ、なにこの水、とってもまぶ。おいしい。あべこべ反応が出てますよ。もっと飲んでいこうっと。よし、もももひめがいたぞ。もももひめ、たまたま、あの、今日は実に
悪い天気ですね。あー鬱陶しくなるなー。もうこんなに晴れてるのに。あれおかしいな。ももも姫、これ僕の庭に咲いていた。きっとね、花ももも姫にあげないよ。桃姫はとっても とっても可愛くないから大嫌いだ。ひどい。あー違うんだ。桃姫は世界で一番可愛くないぞ。止まっ止まったら。おかしいな、どうしてこうなっちゃうんだろう。いやいや。トマトマンが、トマトマンが。ああどうしたんじゃ。桃も姫。こらトマトマン、桃も姫に何をした。家ですから。だましないよ。全然貫禄のないおメロンを。なんだと。もう一遍してみろ。おめろ、落ち着いて。今のはこの手が勝手に。その手は誰の手じゃ。もちろん僕の手ですが。謝らんか。どうも。許さん、バンペートマトマンを一緒。相談があるんだけど。ほーれできた。悩みのあるときはまずおいしいお料理を食べる。そうだね。いやーそれにしても惚れた相場さんの料理はいつもでーまずいなー。食べられたもんじゃないよ。ここすりむけちゃったの。絆創膏貼ってくれる？うん、いいよ。痛いからそーっとね。うん、そーっとそーっと。私のまとめ役がなってないって。誰がそんなことを。男爵がそう言ってたって。トマトマンが。わしはトマトマンにピーマンシスターのまとめ役は大したもんだと言ったんじゃい。まあまあ、私たちもトマトマンには言いたいことがあるのよ。トマトマンに。
お、あ、おめろう。そんなに物々しくどうしたでござる。トマトマンは許せん。捕まえるんだ。もう二度とトマトマンなんか会いたくない。そうよ、どうしてあんなトマトマンを探さなきゃいけないの。トマトマンの名前を聞くだけで腹が立つわ。トマトマンだけは許せん、拙者の手で。もうトマトマンの名前出さないで。そうよ、私の悪口言っておいて。だからそれはじゃな、絶対に許せない。すべて悪いのはトマトマンじゃ。いいわいいわ、もっと揉めて。予想以上に大成功直近。みんなが争ってるの見てるとウキウキしちゃう。もうサラダ中勇士も終わりだ。作戦は第二段階に入るわよ。はあ、どうしてこうなっちゃったんだろう。桃も姫には嫌われちゃうし。笑ってる場合じゃないのに。トマトマン。あ、そんなバナナ。今の僕とは話さない方がいいみたいですよ。聞いたよ。他の獣勇士はみんなカンカンだよ。オメロン王も。本当にどうしちゃったのかな。きっと何か原因があるはずだよ。だってあんな素直なトマトマンがひどいこと言うはずないもん。え？そんなバナナは僕のことを信じてくれるの？そりゃあまあね。ほら、僕は気は弱いし取り柄もないけど、トマトマンがいいやつだってことくらいわかるさ。ありがとう。僕そんなバナナが。だから今は話さない方がいいよ。そうか、その池が怪しいな。とにかく虫虫族を探さなきゃ。でもこのままじゃ虫虫族を探す前に僕がオメロン王に捕まっちゃうよ。大丈夫、いい考えがあるよ。これなら絶対大丈夫。本当かな。キロキロコ、トマトマン見つけたぞ。トマトマンだ。こいつは私の友達のカキカキ獣兵衛です。えへへ、カキカキ獣兵衛聞いたことあるか。うにゃ、カキカキ獣兵衛です。渋ガキじゃありません。干しガキでもありませんよ。わかったそれじゃ。キノコ、こんなもん立ててどないするんで。バカね、こうやって神様のありがたいお水だと宣伝してサラダ国のみんなにこのお水を飲ませちゃうのよ。そうすればサラダ国は大パニック間違いなし。そうなの、大混乱。ほら、ぼさっとしてないで手を動かしなさい。やっぱりこの池にいたな。あいつらなら元に戻る方法知ってるはずだ。うん。トマトマンが本気でひどいこと言うわけないじゃないか。問答無用でござる。オメロン王だって探してるのよ。許せないわ。情けない。ああ。いつもと違うトマトマンを見たら、これは変だぞ、なんかあったに違いないと思うのが仲間じゃないか。こんなことぐらいでサラダ獣勇士がバタバタしちゃいけないよ。もっと信じ合わなきゃ。そうだろみんな。そんなバナナ。いつもあんな気弱なそんなバナナがそこまで言うのなら。そうでござるな。うんうん、そんなバナナなら信じられるわね。確かにトマトマンはあんなことする人じゃないわ。そうだ。はあ、僕を信じてくれるなんて。みんなはなんての。
意地悪なんだ。トマトマン、梅干し、騒ぎは聞いたぞ。ムシムシ族に騙されたアベコベ池の清水を飲んだのであろう。アベコベ池？そうじゃよ。あの池の水を飲むと何でもアベコベになってしまうのじゃよ。それでトマトマンが、バカなやつもムシムシ族に騙されるとは、それにつけても許せないのは、心を入れ替えるなどと言ってわしを騙したムシムシ族。ほれ、ムシムシ族がまたよからぬことやっておる。サラダ重油しよ、団結したあやつらを阻止するのじゃ。はい、行くよ。あー、ねえ、まだできないの？はい、今完成しました。やったトマトマン。すいません。いいか、元に戻るにはアベコベ池の水でうがいをするのじゃ。よいな、行くでござる。あ、よし、やっちゃいなさい。ごめんね、ひどいこと言っちゃって。いいわよ、トマトマンが元に戻ったんだからね。こら、トマトマン、許さんぞ。おめろ、すいません、あれは。言い訳は無用じゃ。何、アベコベ池の水を飲んでアベコベのことを言ったとな。確かか、わしのことを全然貫禄ないと言っておったですから。本当はとても貫禄があると言おうとしてたんです。許す、トマトマンのことは全面的に許すぞ。いや、それにしてもさすがサラダ重油たちの団結は大したものだ。わっは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 。というわけで、すいませんでした。そうだったの。私のこと嫌いって言ってたから、アベコベってことは。ね、なんて言おうとしたの？え、あの、それは。ねえ、教えて。ねえ、いや、ねえ、だから、その、ね、つまり、ね、桃姫かわいい、私より綺麗、桃姫、大好き。バタフライ女王、アベコベ池の水たっぷり飲んでまったかね。でも、このままの方がサラダ国は平和な気がするな。まあな。